うーし、再開していくぜ。さて、物語もだいぶ終盤に入っておりますが、続いてやっていきましょう。上に行けばいいのかな。お、光っとる。隠し通路。うん。さて、お、おー、なんだ。わー、おめえは某ゲームの某最終ダンジョンに出てくるすごい強いやつじゃねえか、おめえは。どこだこれは。なんだこのグロテスクな化け物は。この世界の創造主、果ての王。ターランジ。正確には果ての王の一部を夜の旦那が具現化させたものですかね。うむ。足は遠慮させていただきやす。どういうことだい。夜の旦那があんたらと取引したいって言ってるんですか。夜の旦那は完全復活した暁にはこの世界を出ていくと言っています。どうでしょうね。ここは一つ見逃してもらえないでしょうね。この世界から出て行っても、向こうの世界ボロボロにされたら結局この世界も終わるんじゃないか?俺たちがそんなことを信じるとでも。何しろ夜の旦那自身あんたらと戦うのは得策とは思ってませんからね。夜のものはルシアを恐れているんだな。徹底抗戦するというのであれば夜の旦那にも秘策はありますよ。はっきり言ってあげましょうか。あんたらに勝ち目はない。勝ち目はないんだったら交渉する必要性ないんじゃないか。夜の旦那はこの中にいます。果ての王の力を借りて具現化させた果ての世界の奥にね。もしあんたらが来るというのであれば夜の旦那は残っている全戦力を持ってあんたらを迎え撃つでしょう。残っている全戦力ね。仮に夜の旦那の元へたどり着けたとしても、そして夜の旦那を倒せたとしても、あんたらの負けは確定ですよ。この中の世界は夜の旦那が作ったもの。夜の旦那が滅べばその世界も滅ぶ。中にいるあんたらごとね。なるほど、そういうことか。つまりあんたらの勝利だけは絶対ありえないってことですよ。ルシアたちは絶対逃げられないのか。それを夜の旦那は穏便に済ませてあげようってんです。なるほど。戦えば負けるかもしれないとは思ってるんだな、相手も。騙されるな。こいつらがそんな約束守るもんか。なんせ放っておいても徹底抗戦でも夜の旦那の勝ちは確定なんですからね。そんなのやってみなきゃわかんねえだろう。まあ一度仲間とじっくり相談してみなさい。答えが決まったらまたここへおいでなさい。はあ。あれ、エスタシア様、どうしてみんな ここに。ノールたちが突然撤退始めたからここまで突入してきた。カクカクしかじかなんでさ。そんな手で来やがったか。まさしく悪魔の誘いってやつっこぶね。私はどうすればいいの。合理的に考えれば取引に応じた方がいいのかもしれない。でもそれは果てなき世界の人々を見殺しにすることだ。もっともあの世界には何の縁もないけどな。縁ならあるよ。お、フィーシャー。この世界は果てなき世界があるから存在していられるんだよ。果てなき世界が滅ぶってことは結局この世界も滅ぶってことなんだよ。おお、そうだな。やっぱりそういうことかよ。戦おうよ。きっと僕たちなら夜のものに勝てるよ。でもそうしたら今度の問題は、勝てたとしても帰ってこられないかもしれない。ルシア、お前さんに任せる。ここにいるみんなはお前さんを信じたからこそここまで来たんだ。どっちにしろここでルシアがやんなきゃ世界が滅ぶんだからやるしかないよな。だからお前は人文を信じろ。俺たちの未来をお前に託す。ランさんかっこいいな。反対の奴はいるか。決まりだな。死にに行くんじゃない。犠牲になろうなんて立派な奴はここにはいない。行くからには絶対に生きて帰ろう。信じ抜け。そうすりゃ奇跡なんていくらでも起こる。夜のものと決着をつけましょう。そして生きて帰ろう。結構な仲間の人数いるからな、これな。それ、うおーってなるわ。未来のために。お、ここまで来たのか。まだバーバー言ってんだけど、みんな。最後のショップとなるぞ、おすすめ見る。スタングレネード必要なの?この先。手裏剣。あ、活力が食ってる。ありがてえ。ありがてえけど。水ダメージ、煙幕。なんだ、この面白そうな武器は。これはあれか、木の葉の武器か。ちょっと20個ぐらい買っとくか。所持してないみたいだし。所持してないみたいだし、買っとこうか。ギガ系ねー。移動時しか使えないかい。スタングレネードせっかくだから買ってっか。
ここまで来て雑魚敵とはもう戦いたくねえわ。わしはまだあんたと勝負がしたい。生きて帰ってくるんじゃぞ。はい。してもらおう。おだーす。一応セーブして。さて。やっぱり私も行く。ダメ、それは絶対にダメ。ここまでだってとても危険だったのよ。ましてこの先は。だからだもん。だって、このまま。アンナの神聖な力が守ってくれるやもしれんな。私は絶対にアンナを置いていったりしないから。じゃああれやって、指切り。懐かしいなあ。お、あ、なんだ。すみませんね。どうやら交渉は決裂っぽいんで手間を省かせていただきました。あんたわざと邪魔をしたわね。でもできない約束はするもんじゃないと思いやすけどね。夜の旦那がお待ちですよ。こいつの口の中が入り口になってやす。旦那のところまではほぼ一本道。もっともそこまで旦那の親衛隊が丁重におもてなししてくれやす。そんなこと教えてくれていいんか。この入り口側なってことはないか。大丈夫か。信じ抜こう。私たちは勝って絶対に帰る。ちょっとさ、他になんか行ける場所ないの。これ何、ここ何。上には行けない。下は戻れんの。ああ、もう戻れない。もう戻れません。他の人に話しかけたかったかんが。もう行くか。こっから入れっての。入るしかねえだろうな。覚悟はいいか。行こう。お、森の中、具現化された世界か。ふむ、とりあえず進もう。ドラゴンっぽい。わーっつ、ドラゴニア兵。せっかくだから戦ってやるか。せっかくだから戦ってやろうじゃねえか。アドバイスください。終わった。2000か。上、あれ、ゴールない。左上の方かな。このドラゴンはどんなもんじゃ。ちょっと戦ってみるか。ドラゴ10年だ。将軍ですか。 ZZ アドバイス。眠らせた。やったぜ。こいつには霊気が有効だ。トカゲってことか。つまりそれはトカゲってことかい。もうあとは通常攻撃。ああ、もう間違えてアドバイスした。わかった。2回目はもういい。もう、おい、ゲイボルク。意外とタフいな。マジか。倒せな。これでいくらなんでもいったろ。いや、マジ強いぞ。わー、よかった。それでも3100しかくれないの？ハイヒール？しょぼいな。強さの割に見合ってないんじゃないか？もらえるものとかが。ゴールはどこじゃ？なんだこいつ。ボスか。鳥バルド。鶏や。あの、ヘビみたいなボールの、あれ。全部敵か？とりあえず、よろめき。アドバイスください。能力封じられてる。やったぜ。よろめき。よろめいた！ここまで来ると戦略が思いつかん。さっきのドラゴジェネレルと、こいつと、何が違うんだっつんだよ、これ。鶏と蛇の複合体だから、ちょっと、爬虫類かな、哺乳類かなみたいな。鳥類かなみたいな。そういうこと。だからわかんないっていうこと。オーランさん、セットスラッシュ。もう一回伝説でいくか。とりあえず Z スラッシュ攻めでいいんじゃないか。ゲイボルク。よし。爆で火力上げた方がいいかな。防御が下がったから、あとは、通常攻撃攻めでいけるでしょう。よしよしよし。よってことね。お、扉が開いてきた。エリクシール。扉になった。万人を倒さないと進めないってことが明らかにこっちの消耗狙いだな。次。お。とりあえず回復しよう。活力薬がこんだけあるから、しばらくは問題ないやって思うんだ。
どっかで見たことあるような。あーもう邪魔。カスタマイズ、必殺カスタマイズ戦法。よし、おなんか変なやつがいんな。わあクソ、いっぱいいる。ひースパイラルってやつが上のやつか。ちょっと戦ってみるか。一応戦ってやろうじゃねえか。これライタルウェーブ、アドバイスください。当たんなかった。猛毒感電、暗闇吹き飛ばし、スパイラルってやつは999でも倒せないのか。そうね。こいつらには霊気が有効だ。ほう、霊気って言われてもね。うわ、トルネードとかしてくる。ひとましい。めんどくさ。めんどくさいことしてくんな、おめえ。あとは数秒後継いいやろ。よーし。ふう、3000。そこそこの経験値やな。こういう時に、スタングレネードピカリン。やったぜ。通り抜けられるんだな、スタングレネード使うと。エリクシール。もうちょっと上、スタングレネードがもうちょっと上に欲しい。ピカリン。よしよし。どうにも突破が難しそう。こういう時にスタングレネード。これスタングレネードわざわざこう、ピカリンって使ってるのもさ、戦闘に入ってから逃げるのとどっちが早いかな。微妙なところだな、これな。お。さて。なんかすんごい一物を携えた方が出てきましたよ。一物ちゃうか、あれ。よーし、アドバイスください。感電、能力打ちた。よっしゃ。もうダメか、ランさん。ダメなのか？ランさんには手の負えないレベルになってきてんのか、これ。しょうがないな、ランさん。弱かったわ。ふう、一歩も行動させなかった。早くしよう。一応エネミーアイとファーストストライクかけてくか。さて、ドラゴニアン、ドラゴジェネラル、戦いたくない。無駄に戦闘が長引くし、ピカリン。どんどん上に進んでます。木の本棚が襲ってきた。なんだ。うわー、飛んでる。もう飛んでても関係ないけどね。アドバイスください。よっしゃ。エネミーアイしてたんだけどな。微妙にグラフィックが違うのか。お、さて、一応回復するか。ピカリン。アボアズ、ゲト、ギド、ギズ、ギバ。読みにくいわ、それ。一匹ずつ倒していくか？それともトルネードで吹き飛ばしを狙っていくか？魔法系か、こいつらは。感電。吹き飛ばせ。よし。意外と効くんだよな、吹き飛ばし。もうランさんは安定のもうよくわからない状態。ちょっともう一回ぶっ破してトルネードのゲイボルクへ。そんなに強くないな。3体出てくるからってことか。だーす。あれ、お、魔法陣。地帯。さて、活力。あー、毒沼だ、これ。関係ないけどね。毒沼とか関係ないけどね。お、なんか強そうなドラゴンがおるな。せっかくだから戦ってみるか。ちょっとヒットポイント減っちゃったからヒールフィールドして。おめえさんなんだい。おわぁ、ドラゴンゾッピ、ぬかるみにはまってしまった。めんどくさいことしてくる。
アドバイスください。うん、感電、暗闇、よし。アンデッドには炎か、星属性だ。なるほど。でも演武山よりさ、Z スラッシュの方が効くんだよ。ギガファイヤーで、ギガファイヤーで800、いいダメージ出る。もうそんなに強くない。まあ雑魚だからな。まあ雑魚ですからね。お、いたいた。フィールフィール、うーし、ス、ズイーバ、ふむ、アドバイス忘れた。もうどうせアドバイス無駄なんでしょうと思っちゃったから、まあアドバイスしなかった。アドバイスしよう。ちゃんとアドバイスしてこうぜ。ちゃんとアドバイスしてこう。アドバイス、アドバイス。うん、しかしここまで来てもまダメか。ランスさん、やっぱりダメなのか。もうダメなのか。ランスさんの時代終わったってことなのか。せめてなんか生属性が効くぐらいは言ってくれてもいいんじゃないか。効かないな、生属性。弱点ないのか、特に。よし。さて、お、お、これはなんだ、見えない道がある。これはあれで見えないのかな、エルフの瞳で。見えない系だな。あー、こりゃめんどくせえ。こりゃめんどくせえぜ。おー、とりあえず進んでってるけど。地味な絵だなこれ。地味な絵だなこれ。あれ、いけない。戻ってんのか、進んでんのか、これ。進んでないさそう。戻ってきちゃってる、これな。あれー。おー。お、ゴールが見えた、ゴールが見えた。よし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 。ふぅ。敵がいないだけよかったな。元気、義援。ふぅ。アドバイスくださーい。鶏だったよね、今ね。もうランスさんも相変わらずだね。鶏だったけど、滑稽コ言ってたけど、この人。グリフォンちゃうの？鶏なの、あれ。おー。ミス、敏捷性が高いね。強い風を起こした。うん。よし、よし。よし。大体行動させる前に倒せる。さてさて。あー、ちょちょちょ、間違えた。危ない、危ない、危ない。活力、活力。ちょっと一旦セーブするか。さて。特に目立った違う、やつの、違うグラフィックの時、あれ、ループしてるっぽくね、これ。いたいた。うわ、なんだ。すごい嫌な猫の鳴き声がしたぞ。うわ、シュレティンガー。いるかいないかわからない的な感じの猫？全体攻撃の方がいいか。ライタルウェイ。アドバイスください。うわ、コンフュージョンとかしてくる。やめてほしい。よし。一発入ってしまえばこっちのもんだぜ。あ、一人当たんなかったな。吹き飛ばし、うん。吹き飛ばし、支配、やったぜ。支配とか入っちゃダメだろ、ここの敵が。少なく、夜のもののさ、重鎮だろ、こい。重鎮っていうか、なんかこう、選ばれしエリートだろ、こいつら。支配されちゃまずいんじゃないか。見た目通りの奴らなら、炎か霊気が融合だと思うが。見た目通りの奴らなら、炎か霊気。ふん。
アドバイス初めてしてくれましたね。とりあえずでも流星剣の伝説の炎か霊気ね、インフェルノ、よし2発で倒せたか。うん、倒せないやつもいる。流星剣、よしよし、そこまで効く感じでもないか炎。やったぜ。うん、お、ミミックっぽくねこれ。ミミックっぽくねえかこれ。ミミックじゃなかった、パワーストーンかけるさ。お、なんか見知らぬ敵がいんな、戦ってみるか。うわー、なんだこいつ、ウマヅラや。イビルフェイス、ウマヅラの敵がいっぱい出てきた。夢に出そうなんだけど、ちょっとやめてほしい。アドバイスください。アドバイスもらうまでもなかったです。しかしラインのレベルカンストしないな。あといくつ、あと 200? あと1回戦闘したらラインのレベルがカンストする。せっかくだからレベル上げるか。ゴールは下っぽいけどね。お、違う敵が出てきた。ふむ、ガルトファージ、ダークプリンス。ふん、アドバイスが聞けるのか。アドバイスが聞けるっぽい。あのデカ口は打たれ弱い、攻撃力がバカ高い。打たれ弱いが攻撃力がバカ高い、気をつけろバカ口。もうすでに倒した。ダークプリーストに対するアドバイスはない。もう通常攻撃できるっしょ。よし、ふう、やったー、レベルカンストしたぜ。ふん、カンストしたからで別に何かあるわけでもないけどね。スタングレネード、ピカピカリン。お、あそこがゴールか。スタングレネードを使っていきましょう。ピカピカリン。よーし、着いた。一応回復しよう。B。いかにも生属性が効きそうな敵だな、これな。さて、ひとび、アドバイスください。ダーク。奴の精神力を下げないとこちらの被害が大きくなりそうだ。お、ランさんがだんだんこの具現化した世界に慣れてきましたね。だんだんと慣れてきましたよ。精神力を下げろと。でも下がったよ、今。下げないととんでもねえんだろうな、これな。Z スラッシュでいいか。ゲイボルク。うん。オッケー。さすがにヒットポイントがあるな。ティアの通常攻撃が Z スラッシュと同じ。オリジンシールド、すごくいいものをもらった。今どうする、誰につける。ランさんあたりにつけときたい気がすんな。ランさんに覚えさせよう、オリジンシールド。こいつはいいもんだ。こいつはいいもんだぜ。あー、そういえばこれ使うの忘れてたな。使うか、せっかくだから使おう。オリジンシールド、オリジンシールド。ランスさんがオリジンシールド覚えました。よーし、せっかくだからここら辺のプレミアムアイテムも使っちゃうか。なんかもったないよな。なんかちょっともったない感あるよな。回復して、
お、またこれ、なんかキーンって音がしたぞ今。おーむ、なんか甲冑来たやつらがおるな。キーン、上に入ってみましょう。戻ってきてた。敵は復活してないか。オッケー、下に入ってみよう。じゃあ、おい、なんか槍が出てるぞ。うわ、とりあえず下行ってみるか。こっちは、わー、戻ってきてた。くっそーくっそー遠い方が正解だったか。これ食らうと死ぬかな。即死かな。ちょっと一応セーブしてみ、やってみようか。食らうだけか、これ。食らうだけっぽいな。しかもそんなに食らってないな。この甲冑のやつが気になるな。お、何、爆弾だと。ひぃ、せっかくだから戦ってみよう。ユラハ、ふん、夜の宿にかわした。なんと、完全にかわされるのってなかなか珍しいんじゃないか。うん、よしよし、こいつらには生息性で攻めろ。オッケー、アドバイスもらっても大体その通りにしないけどね。大体その通りにはしないんだけどさ。ごめんね、ランさん。ランさんの声が聞きたいだけなんだ。ランさんに、でも声がひ、もうランさんに恋してるも同然だな、これはな。意外と強い。いや、通常砲撃で999で言ったの。あー、倒せない。炎も効きやすいんだな。通常攻撃であんだけ効くってことは。さっさと抜けよう。わお。ついでに、ダン、よーし。うわ、殺生石。うん。うん。ああ。ふう。ふう。死んだかと思った今。完全にやっちまったかと思ったけど、なんとかなったな。おーどーん、爆弾とかもう一切気にしないぜ。どーん、ピカピカリンってしよう。一応プロポ、サングレネード、よし。調子に乗っていくのが良くないけどさ。さて、ここアンチ、よし。もういいっす。お、なんだ。うわあ、毒になった。ひー、もう毒とかやめて。ゴールか。ゴールなのか。お、雷神風神や。だがここまで、こっから先は我らが倒産。やってみようじゃね。うわあ、目怖。髪の毛黒。さて、ここまで来ると戦略が思いつかん。そうか。さて、しかし、敵が、ここに来て本当にボスラッシュだな。これ。一体がそこまで強くないからいいけど。よし。トルネードとトールハンマー。ほう。ちょっと嬉しい。お、なんだ？何の音だ今。ピカリンってしたけど。何のエフェクトですか今のは。
一応セーブするか。カンケル、落ちた天使。いきまーす。グラフィック通りの敵が出てきたな、今。もうドラ、お、ボスボスボス。どっから回るんだろうか。戦って逃げた方が、アイテムを、なんか生めかしいによたいやな。わざわざアイテム欄を開いても、宝とか気にしません。ゴール、録画時間を考慮して、どんどんゴールに行くことを、先に進めたい。ワール、こいつ!どうやらこいつも決着をつけるみたいだな。飛んでるからな、こいつ。どうしよっかな。ギガファイヤー。バフった方がいいかな。クイックタイムやるか。お?うわぁ、なんか出てきたレッサーベヒモフ。ベヒモフス。レッサーは、そんなに強くなさそうだけど。早くあいつを倒さないとどんどん魔物を召喚されるぞ。あいつ自体は攻撃してこないのか。ふん。とは言ってもね。わー、召喚してきたー。よし、よし。流星剣、遠距離。通常攻撃効かないからな、これな。魔法攻めか。ギガサンダー、伝説。ウェポンブレスかけて魔法を有効にしていきたい。うわー、もうどんどん召喚してくる。うわー、どっかで戦ったやつはレッサーガーゴラス。基本的にみんなレッサーなんだな。ってことは弱体化してるってことかい、これは。ああ、もう、ランさん、そっち行かんで。メギドフレイ。マインドプレス。ひー、なんか、もう、おっぱい丸出しの人が出てきたよ、これ。おっぱい丸出しの女の人なのかな、これは。顔を隠せば、いけなくはない。そういう問題じゃないか。マインドプレス、ゲームロック。あー、もうこれやばい。もうどんどん出てくる。うわー、なんだこいつ。なんで、わーしちゃった、倒した。なんか変なの出てきたよ。サイキックベノム。防ぎ切った。やったぜ。流星剣の、もう何も使えません。通常攻撃でーす。せっかく魔法をあげたから、魔法で攻めるか。そんなに効かないな。体当たり。ここまで来て、ここまで来て体当たりなんですか。まだ Z スラッシュ物理攻めで。よし、倒した。ふう、一番苦戦したな。よしよし。ボスか。ついにか。いる。この先に夜のものは。ついにここまで来たな。セーブしたい。セーブ。あ、ランさん毒ってる。ランさん毒ってまーす。どうせ回復ポイントがピョガインって回復できるだろうから回復はいいとして。行こう。夜、我が作り出した新たな駒どもも壊滅か。本当にやってくれる。貴様らはそんなに英雄になりたいのか。万が一我に勝利したとして貴様らはここから生きて出ることはない。生き残った者たちは貴様らに感謝はするであろう。だがそれが何になる。我を滅ぼしてきた英雄どもの末路は知っていよう。その中に幸福に寿命を全うした者がいたか。答えはいいな。ある者は救った者から裏切られ、ある者は見捨てられ、実に無残な者であった。今からでも遅くはない。我の配下になるがいい。さすれば、ね、当然お断り。確かに過去の英雄たちはみんな不幸の最後を遂げた。でも後悔した人は一人としていなかったはず。
それに私たちは英雄になるためにここに来たんじゃない。未来を掴み取るために来たのよ。そのためにあなたを倒す。そして絶対に帰るの。みんな一緒に。かっこいいな、アルシア。いい歌な、人の娘。ならば示せ。我に示してみるわいい。示してみせる。未来という名のもとに。危ない。回復忘れるとこだった。お。間に合うたと思うなよ。間に合うたのは我の方よ。お。闇が。弱き我が家畜どもよ。真の深き闇を知るがいい。無に帰す中にて我が名を最後に刻むがいい。フェルナンデス。わー、やばそう、これ。これやばそう。さて、とりあえずトレジャーアイする？今回は、これラスボスかな？伝説縛るか。ここまでずっと伝説に頼ってきたから、今回ぐらいは伝説なしでいこうか。そうだな。バグったらなんとかなるんじゃないかって気がするけど。アドバイスもらおう。マナが根こそぎバレ、うわい！わぁ、暗くなった。アンナちゃんの言ったことを覚えてるな。彼女はこの時のために世界中の思いを集めてきたんだ。無駄にするな。あとは俺たちの戦い方次第だが、他に奴の弱点は。先に言っておくが我に聖なる力が効くと思うな。うわぁ！ガンさんのアドバイスに突っ込みしてきた敵が。特別に教えてやろう。我が属性は無、すべてを喰らい尽くすものなり。だ、そうだ。ラスさん、ちゃんとアドバイスしてくださいよ。最後に一番大事なことだが、奴の放つ夜に飲み込まれないようにしろ。夜に飲み込まれたら光の力を持たない俺たちが逃れる術はないぞ。つまりどうしろっちゅうこと？どうしよっかなぁ。バルキリーチェンジだぞ。バルキリーチェンジするしかないだろ、これ。すまん、クイックタイムしたい。MP がゼロになってる。エリクシールとか戦闘中に使えないんだっけ。使える！使おう。ここぞとばかりに使おう。あとオリジンシールかけていこう。とりあえず、ティーヤにオリジンシールド。めっすめし、くわー、なんだそれ。なんだそれ。999ってひど、ちょっとひどいんじゃないですか、それ。どうしよう。どうしよう、これ。とりあえず、もう一回クイックタイムして、生き返そう。エンゼルフェザー。ん？エンゼルフェザー。味方全体か。エンゼルキッス。オリジンシールドをちょっとランサーにもかけよう。ウォールかけた方がいいかな。そういう問題じゃない。わあ。わ、暗くなった。わ、なんか呪い受けた。ちょ。バルキリーチェンジ。どうする。ちょっとエリクシール。エリクシール使おう。あとはちゃう。ウォールかけよう。オリジンシールだと、今ティーヤにかけて、ランスにかけたからライにもかけよう。わー、くそ。なんだよ、それもう。聖剣ブレイブハート。よし、変身じゃ。よし、聖剣を出したか。ならば我もそれに応じた力を用いねばならない。出しちゃまずかった、もしかして。出しちゃまずかったんかな。バルキリーブレイクジハード、ジハードをやって、ちょっとマインドプレスかけて生き返そう。ダンさん生き返そう。身の程をわきまえよ。上行動不能になった。なん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 
ステラ、そう簡単に終わらせはしない。ステラ姉さん、あ、みんな、すべてはあなたが集めてきた思いのため。思いが具現化した仮の姿とはいえ、これであなたと共に戦うことができる。ありがとう。それからアンナちゃんのおかげで復讐の布石じゃなくて純粋にあなたたちの、そして未来のために戦える。おわ、やってくれてる。1200999以上のダメージあったんか。これよし、私たちも続くわよ。よしよしよし。とりあえずジハードのマインドプレスの、ちょっともっかいウォールのオリジンシールドルシアにかけよ。オリジンシールドとかそういう次元の問題じゃないかな、これ。
よし、よしよし。うわーこれ強え。あ、暗くなった。とりあえずルシア毎ターンジハードやって、何攻め？何攻め？ギガサンダーとかどう？全くまだ攻撃できてない。攻撃しようとりあえず。ゲイボルク、ギガサンダー180。あかん。とりあえず攻撃力が上がってくれば、通常攻撃でもダメージ与える。よーし、985。いやー、なんなんだよ、それ。やめてくれ。ジハードして、エンジェルキスで生き返して、思いのかけらとか使わなくていいのか、これ。思いのかけらが奇跡を起こす。あと98個。これ使うとどうなんの？ちなみに。よしよしよし。うん。お、味方を回復させる。闇を振り払う。闇を振り払おう。光？振り払った。やった。明るくなった。わー。何段階暗くなったらダメなのかな？ 2 段階っぽくないか？ちょっと判断つかん。オーラチャージ。全然攻められてない。ジェットスラッシュ。ゲイボルク、とにかく攻めよう。無数の呪詛。わー、暗くなった。やばいやばいやばい。この状態になったらもう、マジやべえ状態だから、この状態、ちょっとギガサンダーマジで効かない。なんか別の、メギドフレア、防御無視。で、ランスさん思いのかけら使おう。あ、孤独の、ちょっとやめてくれるかい。メギドフレア、Z スラッシュ、思いのかけら。全然効かない。アウチ。痛い痛い。あー、暗い暗い。やばいやばい。思いのかけら使おう。よしよし。振り払おう。光？セーフ。セーフセーフ。ジハード。全然ダメージ取らんな。どうする？何が一番効く？何が一番効くんじゃ？こういう時のプレミアムアイテムか？ドラゴンハバネロとかどう？何が効く？これ。超激から睡眠能力半減の回復効果。うん、ダメだな。召喚石とかこれどうなんだろうな。時間停止とかこれ使えるんじゃないかな。時の召喚石ちょっと後で使うか。滅び。滅びの巻物使おう。滅んでもらおう、フェルナンデス。Z スラッシュの、どうしよっかなー。ゲイボルクで。406！ しょぼいんじゃないの、ちょっと、それ。ほらほら。うわ、麻痺した。わー、暗くなった。麻痺を回復させてあげたいなー。ちょっと、ルシアがバフ役になってるけど。何回でも使える滅びの巻物。やった。やったっていうか、他に何もないもんな。滅びの巻物が一番ダメージ与えられるんじゃないか、これ。さすがのプレミアムアイテムなのではないか。よし。ほらー !403! ジハード、ジハード。滅びの巻物を。Z スラッシュ。ちょっとさ、これさ、あれ。思いのかけらで、何個残しとけばいいのかちょっとわかんないんだけど、80個くらいあれば大丈夫なんじゃない？あんまり使いすぎるとダメなこと言って、ダメみたいなこと言ったけど。思いのかけらで敵に攻撃みたいのちょっとやってみようぜ。これどうなんの？攻撃する。どう？ 806 か。あっつ！わっつ！あおーバオージハードの思いのかけらのエンジェルキスのヒー
やめてやめてくれ。ジハードのエンゼルキッスの重いのかけら。攻撃用に使うのにはちょっといまいちだな。うん、闇を振り払う。よし、ふう、 MP がない。もう一回ジハードかけよう。エリクシール、エリクシール、エリクシール使って何にもできない。通常攻撃、ギャイボルク。よし、153、全然あかんな。うわー、ダメージマジデカだな、これ。なんかないのか、なんかないんか。シールド、ルシアにシールドかけて、かけたからどうなんだっていう感じはあるけど。ダメか。もうカンストしてたわ。上がったままで、あー、その回復量足りない。どうしよっか。ティーヤでヒールフィールドかけたい。ヒールフィールド、よし。Z スラッシュゲイボルク、よしよし。ティーヤの敏捷性なら間に合ってくれると信じて、よしよし、間に合った。セーフセーフ。結構ダメージ痛いな。そう、攻めよう。バルキリーブレイク、ティーヤ回復薬になってくれ。 Z スラッシュゲイボルク、わー、バルキリーブレイクのヒールフィールドの上位版ってないんだっけ。ないか、ヒールフィールド。 Z スラッシュ、思いのかけらを使おう。まだ使わなくていいか。もう一旦耐えられるか。いっけーい、999、いいダメージ。あぶね、死んだかと思った。わ、やばいやばいやばい、もう回復しないとやばい。もうやばいよ。もう、もう何もできない。スキルが使えなくなるのか、この状態だと。ジハードも使えない。困った。とりあえずヒールフィールドやって、モイのかけら使って、もう、ライム一応ヒールフィールドかけるか。ランスさん、ゲイボルも使えない。2倍ダメージ。よしよし、闇振り払う。オッケー、いやー、くそ、持ってかれた。キー、エンゼル、エンゼルキスで効かしてのヒールフィールドしてのゲイボルク。よし、わー、くそ。ジハードしよう。ジハード、ジハード。ジハードの、エリクシールの、通常攻撃、いや、あなたで回復して、思いのかけらで回復して、ゲイブルク。よしよし。痛い。やばい。よし、闇を振り払う。オッケー。ふぅ。いい長期戦だな、これ。ジハードして、ちょっと一応ヒールフィールドかけて、Z スラッシュのゲイボルク。うわっ、これやめてほしい。うわー、即死かよ、今の。即死系攻撃だったんか。エンゼルキッスの Z スラッシュ、とにかく攻めないと。よしよしよし。くっそー、ひー、やばい。これちょっとまずいぞ。ちょっとまずい。エンゼルフェザーの思いのかけら、思いのかけら。よしよし。わー、闇を振り払う。よし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 。長期戦だな、これの。
フーンジハードしてフィールフィールドフィールフィールドしてエリクシールで自分回復してのランスさん行っちゃってください。よし、ふぅ、なんとか落ち着いたか。もう一回ジハードかけよう。ガラスの、ガラスのナイフ。投擲では最強クラス。これやろう。Z スラッシュの、オリジンシールドをちょっとも、一応ルシアにかけとくか。515、意外といいダメージ出る。よしよし。ふぅ。さて、闇にも強くなってるからね。うわ、なんかやばそう。防御しとくか、一応防御しとくか。大丈夫なのか、一応ルシアだけ防御しとくか。ガラスのナイフもう一回かける。 Z スラッシュ、あ、間違えた間違えた、オリジンシールドやった。うん、あーんでー、なんだ今のダメージ、半端じゃなかった。インゼルキスの、とにかく攻めよう。うん、ふぅ、よしよし、MP がどんどん持ってかれてるけど、回復、いや、バルキリーブレイクのヒールフィールドの Z スラッシュの自分で自分を回復してくれ。エリクシール、エリクシール、よし、うん、いい、そこそこいいダメージ与え続けてると思うんだが、やばい。オーラチャージして思いのかけら使いの Z スラッシュのゲイボルク、よし、闇振り払う。オッケー、ランスさんが一番の火力だなこれな。オーラチャージでヒールフィールド して Z スラッシュゲイボルク、この行動不能、うっとうしい、これまずい。ちょっと防御の、ちょっとヒールフィールドして防御防御、よし、どう、耐えたー、よっしゃー。オリジンシールドの効果があるのかな、あれは。あるっぽい、あるっぽい雰囲気だけど。おー、バルキリーブレイクのヒールフィールドの Z スラッシュのオリジンシールドの効果あるっぽいな。かけるか、ライトランスにも。うん、ちゃんとかけといた方がいいな。一度死んで効果が切れてると思うんだ。よしよしよし、闇に強くなったってので多分いい感じになってると思うんだけど、 Z スラッシュの、違う、思いのかけらしいのゲイボルク、よしよしよし、よしよし、うー、またか、闇を振り払う。ふぅ、バルキリー、ルシアはいけるから、ヒーヤ防御して、ライも今やったから OK で、ランさん防御、いったか、いったんか。よもや光の力抜きで我を滅ぼすとは、ルール違反はお互い様だろう。だが覚えた、次に復活した時は考慮しておこう。だったらこっちも何度も退けてみせる。だって光の力に頼らなくてもあんたに打ち勝てるっての分かったんだもん、この英雄どもが。だが人とは所詮弱き儚い生き物、時は人の記憶を薄め、こたびのごとく自ら我が逃げたらんする者が必ず現れよう。うん、いやー、一番の、さすがのラスボスの貫禄やったな。終わっちゃったね。うん、この空間が消えていく。
脱出できないんか、なんとか。逃げる時間ないよね。でも奴が666年後には結局また復活かよ。これでも勝ったって言えんのかよ。いや、俺たちの勝ちさ。もう光の戦士に依存しなくても奴と戦えることが分かった。あとはその思いを未来に伝えていけばいい。本に記してもいい。吟遊詩人の歌にしてもいい。子に語り伝えてもいい。でも帰れなかったら伝えられないんじゃないか？人はそうやって未来を受け継いでいくことができるんだ。たとえ俺たちが。どうなる？今のうちに言っておくね。ありがとう。アンナ、そして。あ、セーブしまーす。というところで、一旦今回短いけど、切っとくか。切っとくか、これ。そうだな。次回、また、風の翼、扉の伝説。今回ちょっと短いけれども、一旦ここで切りたいと思います。また次のパートでお会いしましょう。またね。